い、どうも、デデキラスでございます。ということで、アルティメットルミナス新作発表されました。二大怪獣を前に、じゃーん、太郎の危機、会長、バードン、太郎に迫るということで、アルティメットルミナス新作は、なんと、バードン、そして、ケムジーだ。さらに、じゃあ、ウルトラのハセットでございます。はい、ということでね。いや、すごいのが来ましたね、これまたね。まあ、あのね、ケムジラがさ、いや、これは驚きゃあましたね。多分ね、僕の中でね、知ってるね、あのケムジラはいいケムジラやねっていう、まあ、そんなフィギュアなんてね、あ、大怪獣シリーズとかでは出てたっけな、どうだったっけね。あの、僕の中で怪獣ギガ、これちっちゃいけどね、怪獣ギガ。名鑑シリーズの、あれでね、あの、ケムジラが出てて、あれ結構ちっちゃいんだけど、できよかったなっていう印象あったんだけど、僕、アルティメットルミナスサイズでね、まさかまさかのケムジラが登場ということで、いや、気持ちが悪いですね、この、これね、いい、ゾクゾクっとするで、いいデザインしてますけれども、手とかもね、こんな感じのデザインになっていて、ポコッとしている、まあ、体表だったりですとか、ね、しっかりと再現されていて、ウルトラマン太郎とね、こう戦っているような、まあ、このね、お写真があったりですとか、そしてですね、バードンが現れてみたいなね、こう本編のね、あのシーンとか、かなり思い出しますけども、その中で、ね、まあ、バードンいないとダメでしょうということで、会長バードンもアルティメイトの皆様でございます。すごいですね。いや、バードンって結構さ、色がサイケデリックというか、ものすごいね、奇抜なカラーリングをしてるじゃないですか。といったところで、なかなかね、こう、フィギュア化するときに、結構ね、フィギュア泣かせな、まあ、カラーリングだったりだとか、この毛並みの感じとかね、相当難しそうというところで、かなりこう、フィギュア泣かせなデザインなんじゃないかなって思ってるんですけど、そんなね、バードもですね、アルティメットルミナス化でございます。モンパクの、口がパカッと開いた、バード、差し込むことによって、まあ、口開きバードもね、こう差し替えできるよーということでね、いや、これはすごいですね。このバードの目とかもね、かなりいい感じにね、再現されてるんじゃないかなっていうふうにね、思いますし、そして、こうね、やはり、彼女がいないとダメでしょうということで、ゾビーが死んだ、タローも死んだ、ウルトラの母、ティベットの皆様でございます。ようやくですね。いやー、長かったですね。これで、ある程度の、こうね、あとはまあね、ウルトラマンキングか。ウルトラマンキングか。っていうところでね、アルティメットルミナスのウルトラヒーローもね、揃いつつありますけれども、ウルトラの母もね、登場ということで、前回のヒッポリト星人で、昭和版のウルトラの父がね、ルミナス化になったってことで、今回もですね、昭和版の、ウルトラマン太郎登場時の、垂れ目のウルトラの母で、今回ね、再現でございます。いやー、ついにですよ。まあ、かなりね、ウルトラの母だけで欲しいっていうね、方もね、結構いるっぽいので、ちょっとこの辺ね、賛否な感じもあるのかなと思うんですけど、まあ、こいつなんよケムジラがさ、いや、バードも嬉しいし、母もぶっちゃけ嬉しいんだけど、ケムジラがね、ちょっと今回いいね。ケムジラいいね。だがしかし、お値段もですね、相当アルティメットになっておりまして、なんと、13,500円。はぁ、こいつはなかなかですなこいつはなかなかですなぁ、ちゅうところで、ね。いや、まあ仕方ないですよね、やっぱ。あの、怪獣ルミナスって、怪獣ルミナスというか、まあ、怪獣フィギュアはどうしても高くなっちゃうよね。特にこうバードンとかはさ、ただでさえ多分背丈もあると思うんだけど、横の幅もやっぱものすごく大きいからっていうところで、この辺どうしてもやっぱボリューム大きくなるし、やっぱ塗装もね、アルティメットにした方がいいじゃないですか。ここまでするんだったらね、っていうところで、まあ、ケムジラ君もね、ケムジラ君、こんなにかっこいい、うん、このケムジラ君にかっこいいっていう言葉が似合うかどうかわかんないけどね、かっこいいさ、すんごい塗装バリバリのさ、ケムジラ君がさ、一体化するわけじゃないですか。いやー、まあだからまあ納得のお値段ではね、あるにはあるんですけども、まあなかなかお値段もね、アルティメットっていうことでね。いやでもこれを逃したらこんなにいいケムジラはもう手に入らないかもしれないって思うと、
やっぱ買わんとなーっていう気持ちでございます。はい、結果ヒッポリートも良かったしなー。ヒッポリートめっちゃかっこよかったし、父もブロンズ像もかっこよかったんだけど、やっぱヒッポリートかっこよかったしなーっていうところで、いやーこれはちょっと買わないと、あーなんか買っとけばよかったなー、ケムジだなーって心に引っかかりが残りそうなんで買いたいと思います。はい、ということで、はい、下の概要欄にね、こちらアルティメットルミナスウルトラの母愛の奇跡セット、一応ウルトラの母表記なんですね、愛の奇跡セットってことでね、プレ版のページリンク貼っておきますので、ぜひぜひ予約してみてください。本日10月8日の11時から予約開始でございます。ということでね、うわこれはすごいのが来ましたね。ちょっとね、皆さんもね、なかなか買うには勇気がいると思うんですけど、僕も勇気いるんですけど、でもこれはちょっとね欲しいなと思うので、ちょっと頑張って買いたいと思います。ということで、以上トラキラースでした。それではバイバイ。